桜坂では咲かない人はいない、その言葉のもと加入した3期生は応募総数4万通以上の中から11人が選ばれました。課題曲として与えられたのは最高難易度のダンスパフォーマンスを必要とする。今のレベルでは桜坂としてステージに立てません。しんと静まった体育館に厳しい言葉が当てられた。桜坂では3期生が入ったことにより選抜制になり、みんなが出れない厳しい中で3期生の一人一人のプロフィールに注目が集まっています。では今回は桜坂3期生人気メンバーランキングトップ5を紹介していきます。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。桜坂3期生人気ランキングトップ5は中島ゆずきさんです。福島県出身で将来の夢はペイペイドームに立つこと。初登場時には高速カリカリ梅のせというニッチな特技を披露。また MC 陣や松田キャプテンと絡むなど見せ場を多く作っていました。中島さんはチャンスを作ることが大切だと思います。進学で例えるとするならば、ある程度やりたいことが決まっていたとしても、いろいろな範囲をたくさん勉強しておけば、一つダメになった時にこっちもやっておいたからこの道に進めたというのがあるだろうし、最終的には使わない教科があったとしても、これだけ勉強したんだという自信は必ずどこかにつながると思うんです。なのでいろいろな範囲のことをサボらないことが大事ですし、つかめなかったとしてもチャンスを作ることに意味があると思っていますと語っています。グループの番組そこ曲がったら桜坂に出るようになってから実感するようになりました。私は勉強がすごくできるわけではないのですが、これまで頑張ってきたからこそ自分が伝えたいことを伝えるために言葉を持てるようになったと思えています。受験生の頃は先が見えなくて辛かったのですが、当時学んだことが今思わぬところで生きている気がします。個人的な夢は地元福岡県でお仕事をすることです。そこ曲がったら桜坂は九州で放送されていなくて、知ってもらえる機会が限られているので、もっともっと九州にファンが増えたらなと思っています。地元を盛り上げられるように頑張りたいですとコメントしています。自分からチャンスを作ることができるので、結果を残せるように頑張ってほしいです。桜坂3期生人気メンバーランキングトップ4は遠藤理子さんです。遠藤は埼玉県出身。ダンス経験などがなく、3期生合宿時には周りに置いていかれることもありましたが、必死に食らいつく姿が印象的でした。彼女の頑張りは桜坂の振付師でもある高弘先生も認めており、ドキュメンタリー映像の中でも言及されていました。小さい頃は静かで笑わない子だったという遠藤さん。しかし最近は笑うことも増え、前よりは少しは自分のことが好きになれたという。将来の目標は私みたいな子にああいう風になりたいと憧れられるような存在になること。大好きだという犬と触れ合う無邪気な姿や、ドラムを叩く時のその真剣な表情には不思議とどこか目を引くものがある。その独特の存在感で桜坂を支えるメンバーとなりそうだ。新たに加入が発表された3期生が合格から研修期間を経て桜坂になるまでの軌跡を追ったドキュメンタリー番組エピソード1では、山梨県の合宿施設で4泊5日にわたり行われた歌やダンスの技術を高めるための合宿の模様が描かれた。ダンスレッスンではトレーナーのもと挨拶や返事の仕方から始まり、セカンドシングル曲「ワオ」のダンス習得に励む3期生たちだったが、先輩メンバーたちとの差に愕然とするばかりだ。11人の中で一番この短期間で変わったのではないかと思う。ダンス未経験からおもてなし会でパフォーマンスするまでのレベルに到達するのは並大抵の努力ではなし得ないだろうと思います。最初は少しダメかなと思っていましたが、成長を続ける姿は応援したくなるものを感じました。桜坂3期生人気メンバーランキングトップ3は村山美宇さんです。高身長で低音ボイスということでクールなイメージの強い彼女ですが、早速推しメンの増本の軍団、通称キラキッズ入りを果たしました。プライベートでも増本さんと共に行動することが多いようで、公園をはしごするなど振り回されている様子。
とはいえ番組でも取り上げられ、歯に衣着せぬ物言いでやり合うなど良好な関係を築いているようです。年上が好きで、中学高校生の頃は女性の先輩とずっと仲良くしていたという。そのためすぐにグループの先輩とも馴染めそうだ。そして最後に、案外道が狭くて先輩たちの身体の細さを実感しましたと、ユニークな着眼点を見せた。小さい時から絵を描くことが大好きだという村山さんは、 MV で最も印象的なシーンの舞台となっている場所のスケッチを披露した。その絵では一人の少女が右腕を力強く突き上げている。村山さんは、真ん中にいるのは私っぽい人ですという。その絵は特徴的な形状の背景も相まって、大きなドーム会場のど真ん中で踊っている村山の未来を描いているように見えた。グループの YouTube チャンネルで Vlog が更新されお披露目された。低音の落ち着いた声を披露した村山、研修期間に最も踊ったという桜坂マウの MV 撮影場所、兵庫淡路夢舞台を訪れダンスなどを披露した。また推しメンとして2期生増本さんの名前を挙げた。この姿に視聴者からは、即戦力の予感、キャラも顔も強くて好き、クール系美人、新しい桜坂が見れそうなど期待の声が寄せられている。桜坂にはあまりない低音ボイスを生かして、これからの活躍を楽しみにしたいです。桜坂3期生人気メンバーランキングトップ2は谷口愛理さんです。山口県出身で、アクターズスクール広島に通っていたこともあり、ダンスや歌唱のスキルが備わっていた彼女。ドキュメンタリーではそれにおごることなく努力を重ねる姿が印象的でした。初の3期生楽曲夏の近道ではセンターを獲得。切ない表情や激しいダンスなど、今の彼女の全てが詰まっていると言っても過言ではない PV になっており、一見の価値ありです。名だたるトップアイドルたちを輩出してきた名門アクターズスクール広島に幼稚園の頃から通っていたという。幼少期からの英才教育の賜物か、まるで太陽のように明るくハキハキとした性格。合格発表を聞いた心境について、夢なのかなと驚いたと話しつつ、選んでいただいたからには全力で頑張らないといけないし、後悔しないようにこれからの日々を過ごそうって思います、どのポジションにいても絶対見てもらえるようにと意気込んでいた。谷口さんのお披露目に SNS 上では、めっちゃタイプ、早くも推し見つけた、色白で美人さんと反響が殺到。また安室奈美恵やマックスなど数々のスターを生み出してきたアクターズスクール出身という経歴に、アクターズスクール出身、期待大、早くダンス見てみたい、即戦力になりそうなど期待の声が続々と寄せられている。ダンスは3期生の中で一番上手で、これからの成長が楽しみです。桜坂3期生人気メンバーランキングトップ1は山下しずきさんです。京都府出身の彼女はもともと坂道グループのファンであり、ライブやミーグリにも参加したことがあるとのこと。また生写真を集めるのが趣味であることも先輩たちとの顔合わせ時に伝えていました。学業の関係で発表が他のメンバーから2ヶ月遅れたものの、一気に人気を獲得。おもてなし会の前々日の発表だったにもかかわらず、会場ではすでに多くのファンがいました。おもてなし会では自信のなさから母親に見に来ないでと言ってしまったことを後悔していると述べましたが、堂々としたパフォーマンスを披露していました。ダンスについて、皆さんが見ているのはパフォーマンスの完成型でも、その裏側は基礎練から始まって、首を前にしたり後ろにしたり、中学生の頃はそんな地味な動きを何時間も何時間もやっていました。とにかく同じことの繰り返しなので、一体これは何のためにやっているんだと思うくらいでも、今それを思い返すと、これはこういうところで使われるんだとか、これは今までのあれがあったから上手に踊れるんだとか、ありがたいなと思うことがいくつもありました。魅力について思わず見入ってしまう。悲しさも苦しさも表現できるダンススキルの一方で、バラエティ番組ではそこから想像もできないほどのポンコツぶりを発揮するなど、掘れば掘るほど魅力が湧き出てくる山下さん。エンターテイナーとしてこの先の成長が楽しみだが、本人は自身についてどう思っているのか、最後に聞いた。ファンの方からは、京都出身だからか
はんなりしているとよく言っていただくんですけど、そんなことは全然ないです。私が同期からよく言われるのは、自分を持っていて流されない人、そうなのかなと思ったりもします。私は結構いろんなことに対して自分のこだわりが多いので、自分のこだわりたい部分なら周りに合わせなくていいと思ってしまいます。自分とは違う意見を聞くと勉強にはなりますが、でも私はこっちが良いかなみたいなことはこれまでの人生でもありました。3期生をこれから引っ張っていけるようなメンバーになっていけるといいですね。今回は桜坂3期生人気メンバーランキングトップ5を紹介いたしました。インスタのフォロー数やミーグリの結果をもとに順位につけさせてもらいましたが、皆さんの順位はどんな予想をされましたか？3期生が入ったことにより選抜制が導入することになり、入れないメンバーが出てきますが、3期生が桜坂にとって大きな風をもたらしてくれるのではないでしょうか。坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。